こんばんはー。大丈夫かな？始まったかな？見えている？聞こえている？どうでしょうか？こんばんはー。どうかな？どうかな？どうかな？ちょっとこの角度だと大人ニキビ見えやすい。すいません、私の体活発に動いてる証拠で、ありがたい、ありがたい。あ、見えている、聞こえているようですね。ありがとうございます。リアクション助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、見えている、聞こえているようなので、本日もちょっとあの配信をね、始めてまいります。うん、で、今日のですね、お話は、みんな知ってたのかな、私全く知らなかったんですけど、でもこれマジですごいって思うことがあったんで、ちょっとそれを皆さんにシェアしたくって、配信することにしました。で、一応、なんだ、まあ、タイトルとしては、本当にね、なんていうか、まあ、人生がここからすごくいいことが起きるよって、本当に人生好転の近道だよっていうような、ちょっとタイトルをつけさせていただいたんですけど、うんとね、結論から言いますね。結論から言います。日常で、テンポ116って言われるものになるべく触れるっていうことをやると、めっちゃいいこと起こるんで、ちょっと皆さんこれやってみてほしいっていうお話です。うん。テンポ116のものに触れる。まあ、ものに触れるっていうか、まあ、なんていうかな。私としては音楽、音っていうものが一番いいんじゃないかなって思うんですけど、テンポ116のものに、触れていただくっていうか、そういう機会を増やしてもらうと、めっちゃいいこと起こるんで、ちょっと皆さんにそれをシェアさせていただきます。うん。で、テンポ116って、なんだ、まあ、一体何かっていうと、まあ、音楽の用語になるらしいんですけど、音楽とかってなんだ、メトロノームとかでテンポカチッ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 ってこうやって撮ったりするじゃないですか。で、116っていうのは、1分間の間に、なんだ、116、回、その拍数があったっていう、そういう、テンポらしいんですけど、その、音楽に触れてもらうと、すごいことが起きるので、まずでも先に言っとこうかな。明日、その音源を、このチャンネルで出すんで、ちょっと皆さんも聞いてみてください。すっごいね、不思議なことが起こると思う。うん。そのテンポ116って一体どういう、なんだ、テンポかっていうと、実は私たち人間の体内時計っていうものもテンポ116っていうものなんですって。うん。で、そのテンポ116っていうもので、私たちの体内時計っていうものも、あるっていう状態らしいので、なので、実はそのテンポ116のその音っていうものを見聞きするっていうような、そういう状況があると、とにかく自分たちのその体っていうものに、あまりストレスがないから、すごく心地よく入れるそうなんですね。うん。でも、なんだ、私たちのこの生活の中に、その生活音っていうものには、そのテンポ116以外の、そのテンポのものもたくさんあるわけじゃないですか。なので、やっぱりそれなりに私たちは全く知らない間に、その自分たちのその体内時計のそのテンポ116のカチッ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 っていう、こういうようなそのテンポ以外のものに触れると、それなりにやっぱりストレスを受けてしまっていて、そして自律神経が乱れたりとかしながら、ちょっとちょっと自分自身がちょっとイライラしやすくなってみたりとか、不安になりやすくなっちゃったりとか、あとはちょっと眠りが浅くなっちゃうとか、そういうことがやっぱり起きたりとかするらしいんです。うん。なので、自分たちが意図してテンポ116のものに触れるっていうことをやると、すごいね、体にいいことが起きるって聞いて、で、実践してみたらめっちゃ良かったんで、これは多分皆さんにも試してもらった方がいいだろうなって思ったんで、ちょっと私自身がここ数日ずっと聞いてる、なんだ、特別に作ってもらった音源があるんで、それをちょっと今日すぐに出せたらよかったんですけど、ちょっと間に合わなかったんで、明日の夕方には出すんで、ちょっとそれ聞いてみてください。ずっと流してるだけでも大丈夫だから、あともう、なんていうか、眠る時とかに、一応なんか私は、
あの、なんだ、眠る時とかにかけられるものがいいなって思ったんで、結構ちょっと静かなものにしたんですけど、して、まあ、してもらったっていうか、あの、てか、まあ、その方から教えてもらったんで、ちょっと この経緯を言った方がいいな。そうそう、この経緯を言いますね。なんかね、実はその店舗116の、この店舗のことをね、この店舗のことを、実は月の店舗とも言うんですって、月の店舗。月ってお月様です。お月様。実は、その私たちの体内時計と、そのなんだ、月が、あの、こう、一日として数えるその時間が、あの、ほぼ一緒らしくって、24.8 時間くらい、だいたい。うん、っていうものらしく、なので、あの、私たちの体内時計と、そのお月様が刻んでいるテンポは、このテンポ116っていうもので、同じものらしいんですよ。うん。で、たまたまね、なんで私がこの店舗116を知ったかっていうと、ちょっと話題自身が、まあ、あの、最近その自分自身のその波動を上げるとか、まあ、その生活の質を上げるとか、そのなんていうか、一個一個のものにちょっと改めて丁寧に向き合いたいなって思いがあって、あの、なんていうか、日中であったりとか、じゃあ眠るタイミングだったり、どんなタイミングでもいいんですけど、この場の空気とか振動数を上げられるものっていうのを、あの、丁寧にちょっとまたチョイスしていきたいなって思って、で、やっぱりその、まあそういう、その場の空気って、まあ、なんていうのかな、あの、その、なんていうんだ、じゃ例えばこういう観葉植物によってその場の振動数が変わったりだとか、あの、自分たちが着るものによってその振動数が変わったりっていうのがあると思うんですけど、あの、でも、それに、あの、なんだ、あの、なんだ、それとはまた別で、音楽、音っていうものでも、やっぱりその場の空気ってだいぶ変わるよなって思ってたから、だから、なんか私自身は、その、音楽っていうものをすごく心地よく、あの、入れるものを、あの、ちょっと作ってもらおうって思って、それを、あの、依頼したんです。で、そしたら、その、あの、作曲をしてくださった方が、私自身が、じゃあちょっと眠るときに、あの、こう、に入るタイミングくらいで聞ける、あの、音楽っていうのをちょっと作ってほしいんだっていう依頼をしたら、そしたらその方が、あの、私自身は全く何も言ってなかったんですけど、こういう感じで作りましたっていうその説明をしてくれて、まあちょっと詳しいこと言うと長くなっちゃうから、あの、端的にだけ言うと、実はこれは月のテンポで作りましたっていうふうに教えてくださったんですよ。で、私は初めてその月のテンポっていう言葉を聞いて、なんて素敵なワードでしょうと思って、なんか素敵すぎません？なんか、月のテンポっていうその言葉が、もう、何それと思って、なんかもう、ありがとうございますみたいな感じだったわけですよね。そう。で、それで、月のテンポってどういうことだろうって思って調べてみたら、それがテンポ116っていうものであって、実はそれが、あの、我々のその体内時計っていうものとも、あの、合致するそのテンポであり、そしてそれを、あの、たびたび自分に触れさせるっていうことを、こうしてあげると、すごく自分の体にいい、あの、状態が作れるんだ。っていうことが、いろいろ調べたら分かってきて、うわーと思いながら、それで、その、今回作ってもらった音源をずっと聞いてたんですよ。ずーっと流しっぱなしにしてて。で、ちなみに、音は振動だから、あの別に音を出してなくても、そこに振動っていうものって伝わったりとかもするんで、あの、音を出せない時にも、とにかくそれをちょっと流すっていうことを心がけてたんですね。そしたら、もう、えらい眠れるようになっちゃって、もうなんか、ちょっとなんかすんごい深く眠れるようになったっていうのもあったし、あとなんか本当に体が楽、すっごい心と体が楽になって、多分もうあの明日のその音源はもうね、いやもう絶対聞いてほしい。ずっともうかけっぱなしにしてほしいくらい。もう本当にすごいいいんですよ。あの、ちょっと不安になりやすいとか、本当にイライラしやすいとか、そういうのに、そういう風になっちゃってる人にも聞いてもらいたいし、そうなりたくない人にも聞いてもらいたいなって思うし、ただただ波動を上げていきたいというか、波動をしっかりと高めながら、そして波動をしっかりと強くしながら、自分のその素晴らしい人生を生きたいんだって思いがある方は、もうとにかくその振動数に触れてみてほしいし、そのテンポっていうものに触れてみて欲しいから、もうとにかくね、あの、なんていうか、もう明日を楽しみにしててください。そうで、でも一応あのプラスでお伝えしておくと、あのテンポ116っていう音って他にどういうものがあるのかなと思って調べてみたら、あの、なんだ、クラシックの中でいうマーチって言われるジャンルのもの
行進曲とかで使われるやつですね。あれとかは、あの、テンポ116で作られてるものが多いらしいです。なんか、でん、でん、でんってこう、こんくらいのペースかな、わかんないけど。そう。で、あとは、なんだ、あと、ドリフのずんどこ節もそうらしいです。ドリフのずんどこ節、星じゃない。ずんどこ節知ってる人いますか？若い方だとちょっとわかんないかもしれないけど、あの、ずん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 どこ、ずん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 どこってやつです。あの、これがわかる方は年代バレますけど、大丈夫かな。あの、結構あの明るくこう聞けるやつですね。マーチもそうだけど、そう、ドリフのずんどこ節、わかります？ずん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 どこってやつ。わかりますかね？そう、知らない人は安心してくださいっていうか、あの、若い方ですね、多分。なんか、でも今分かっちゃった方はなんとなく、私とか、私以上の年代の方ですか？ググってみて、ググってみたら分かると思います。お若い世代の方。うん、とか。でもまあ、あの、結構その、テンポ116っていうこのテンポだと、こういうちょっと、なんだ、あの、じゃそのマーチっていうその、行進曲とかでも言われるような、ちょっとね、あの、明るい感じのものかなと思いきや、でも、なんだ、ね、宇多田ヒカルさんのね、ファーストラブっていうのも、あの、なんだ、テンポ116らしい。あれって結構静かなあの曲じゃないですか。音源じゃないですか。そう。だから、なんかああいうものもあり。そしてまあ明日私があの皆さんにちょっと聞いてみてほしいって言っている、本当特別に作ってもらった、その、あの音源っていうのもすごく静かなんだけど、もう本当に心地いいんですよね。すっごい心地いい。で、しかもやっぱりなんかそういう、なんていうか、自分の体にこわばりがない状態をこう、ちゃんと意図的に作ることができると、とにかく本当に自分自身の振動がこう、本当に高まっていくわけじゃないですか、自分自身の振動数も。そして、その振動数っていうものもそうですけど、その自分のその、なんていうか、体内のその、なんだ、テンポとも合ってるものをこう、自分にこう、触れさせてあげるっていうのって、本当こんなに心地いいものなんだっていう感じでね、本当こう、なんだろう、すっごいなんか軽い感じになるんですよ。で、やっぱりそうなってくると、なんか、あの、やっぱり現実でも、なんか面白い展開とかがすごい起きてて、謎の臨時収入が入ってきてたり、まあ、そりゃそうですよね。だって自分の心がすごく豊かな状態でこういるっていうことができたら、そりゃそこのね、あの、なんだ、空間にあるものは、自分のその豊かさを見るっていうものが登場して、その、なんていうか、自然というか、そういう、あの、世界で私たちは生きてるから、だから、なんていうか、本当に、あの別にそのお金ってものを求めたつもりはないけど、あの自分の振動数がすごくその豊かな状態を保てたっていう状態があると、あの勝手になんかそういうものがあの巡ってきちゃうっていうのはまあ当たり前に起きることかなって思うんで、うん、そうそう、すごい、なんていうか、体っていうものはすっごく楽になるし、その精神もすごく楽になる感じはあるんですけど、で、多分、あの、体の痛みが軽減する人もいる気がしている。うん、あの、なんでかっていうと、それはなんでかっていうと、私が、あの、つい先日、あの、足くじいた時に、あの、あった、ちょっとここの、あ、これ見せなくていいか。今足上げようとしてた、あの、ここにある捻挫の痛みが楽になったから。そう。なんでだろうってすごい不思議ですけど、まあでもやっぱり自分のやっぱり状態、やっぱり心身の状態がこう、あの、こう、なんていうか、なんか本当に気持ちが楽になるって、あとやっぱり体内時計とやっぱり合わせたこの心地よさがやっぱいいのかな。なんかそれっていうのがあるからかわかんないですけど、なんかそのこわばりが取れちゃってる感じがするんですね。そう、だからちょっとね、あの、とりあえず、あの、明日の音源はちょっと、まあ、夕方とか、まあ、ほんと今日と同じくらいのこの5時とか6時くらいには出せるようにとは思ってるんですけど、まあ、それまでは、ぜひ、あの、ずんどこ節聞いていただいたり、あの、テンポ116って、あの、ググると、あの、なんだ、その音源こういうのがあるよってまとめてくださってる方たちのサイトとかもあったりするんで、あの、そういうのとか見て、ちょっとテンポ116のものをちょっと自分、から触れに行くっていうのはやってもらうといいかもしれないです。うんうん。なんか、伝わりましたかね。
そうですよね。ドリフのずんどこ節で寝るのは難しいかもって本当にそう思います。だから、ドリフのずんどこ節を寝る前に聞くのはおすすめしないですね。曲調によっては眠れなくなっちゃうから。なんかね、テンポ116っていうもの自体は、実際、本当に今、お医者さんとかも記事出してましたけど、集中力が高まるんですって。だから、なんか、なんていうか、掃除をするときとか、日中の掃除をするときとか、何か、作業をするときとかに、ちょっと気持ち上げていきたいな、みたいな、なんか、そういうときとかには、なんていうか、そういうずんどこ節もいいと思うし、なんだ、他の、なんていうか、ちょっと明るめの曲をチョイスするのもいいんじゃないかな、って思うんですけど、うん、でも、なんだ、寝る前に聞くのがずんどこ節だと、もうなんか、ずん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 どこって、こうなっちゃうわけじゃないですか、もう。そしたらさすがに眠れないですよね。そう。だからなんか、それはなんかもうちょっと落ち着いた、なんだ、テンポ116のものを、なんだ、聞いてもらうといいんじゃないかなって思います。うん。そう。なので、眠る時のやつとしては、もう明日ちょっと出すやつはもう絶対最適。で、私は日中にも今、なんだ、ちょっとすごい、なんていうか、本当にね、素敵な音源なんですけど、ゆったりとするような音源なんですけど、日中にもその音源を、ちょっと、かけてて、で、ずっとなんか、まあ、前回の、なんだ、お話、前回のお話で、前回の配信では、ここをね、ここの、なんだ、波動が高いとされる、その感情の中でも、波動が高い感情の中でも、静の喜びの方ですね。そのちょっと静かとか無っていうところの、ものを、なんだ、保てるといいよっていうお話したと思うんですけど、なんていうか、私自身はその日中に、そのなんだ、明日出すその音源とかも聞きながら、ここっていうのを、相変わらず高めてる感じはあります。ただやっぱり捻挫とかが取れた時とか、うーわとかで思いっきりこっちに入ったりとかしてましたけど、まあでも、まあ別にここのどこにいても別に悪いわけでもないし、ここも全然あっていいから、なんだ、うーわとかって言いながら、すごい、やったぜとかっていう自分もありながら、なんだ、ここだけの自分でいるんじゃなくて、一日の中でここの時間を保つことも相変わらずやってるみたいな。だからここをじゅんぐりじゅんぐり回ってる感じなんですけど、うん、なんか私はその音源を聞きながらここでいる感じですね。でもなんかマーチとか聞いてるときはやっぱこっちに入りますよね。更新曲ってすごいなんかすごい元気になれるから、こういう感じのなんかウキウキみたいな感じになるから、別になんかマーチとか聞きながらでもいいんじゃないかなとは若干思いますけど、まあ、それはなんかご自身のなんかその時のタイミングで曲は選んでみてほしいです。うんうん、そんな感じです。イースト N マックスさん、楽しみです。待ち遠しい。ありがとうございます。嬉しいです。そうやって言っといていただける。なんだ、言っていただけると。いや、マジでね、聞いてほしいんですよ。本当はね、本当は自分用にと思って作ったんですけど、で、もしかして需要があるのであれば、何かそういう、なんていうか、音楽だけを配信するチャンネルとかを持ってもいいのかな、とかも考えたんですけど、でも自分の中で直感では、まずは、この今のね、この、なんだ、YouTube のチャンネルで、私に今ご縁があった皆さんに、まずはもういいか、この人たちに言わなきゃダメだろうっていうのがすごいあったんで、だから多分皆さんの中に必要な人が多分いるんじゃないかなって思ってるんですけど、そう、だからなんか、楽しみにしててください。本当ね、本当面白いことが起きます。で、一応多分、なんていうか、うん、こんな感じで聞いてもらうといいかも、みたいなやつは、明日、その音源出した時に、概要欄にペロッと、なんか、こんな感じで聞いてもらうといいと思います、っていうのは書いておきますね。で、まあ、もしも皆さんからの、なんていうか、そのコメントとかで、なんかこういう音源もっと聞きたいみたいな、なんかそういうね、リクエストとかがあるようであれば、またちょっと改めて、新しい曲も、まあ私はこのテンポ116っていうもので、ちょっと作ってもらおうかなとかはちょっと考えてるんで、もしなんか、すごい良かったよとか、こんな変化があったよとかっていうのがあれば、コメント欄に書いておいてください。ぜひぜひ。そう、そんな感じで、そう、今日言いたかったのはそれだけなんですけど、なんか伝わってますかね。チョコパフェさん、辛すぎて
あ、今辛いのかな。あ、でもそれだったらちょっと聞いてみてほしいな、本当に。なんか聞いてみてほしいなしか言えなくて申し訳ないんですけど、なんかもう、すごいね。いいから本当聞いてみてほしい。なんか不安になっちゃってるとか、何かちょっと苦しくなっちゃってるっていう時にこそ聞いてみてほしいな。うん。そうそう。でもなんか、その、まあ私の音源だけじゃなく、その本当テンポ116ってググってもらうと、なんかその、そこに関連した、あの音源を出してる方とか、なんかこういう音源があるよっていうのを教えてくださってる方々、たくさんいらっしゃるんで、うん、その方々がね、おすすめしてくれてるものとかも、なんていうか、なんか自分の身近に置いてあげるのもいいかもしれないです。うん、しかもなんか月のテンポって素敵ですよね、本当に。月のテンポって。でも、初めて私はそこですごい納得したんですよね。月の影響を私たち人間がなんでこんなに受けるんだろうって思ってたんですけど、なんか月の満ち欠けに、私たち人間の体がなんでこんなに反応を示してしまうのかっていうのが、今回、同じテンポを刻んでるからであって、一日のその長さっていうもの、お月様の一日の長さっていうものと、私たち人間のその一日を感じる長さが一緒だから、こんなに共振共鳴っていうのが起きるんだなと思って、あ、だからお月様っていうものを、こう、なんていうか、の、その、なんていうかな、満ち欠けっていうものを昔の人たち、古来から、にいた人たちっていうのは、それを見ながら、そして自分たちの体調を見ながら、作物の育ちっていうものを、見てたりだとか、何か、こう、自然の、なんていうか、よく言うじゃないですか、なんか、農作物をなんか満月で、植えるわかんないけど、なんかやるとよく育つとか、新月だっけ？どっちだか忘れましたけど、とか、なんかそういうのが、ちゃんと、共振共鳴があるのは、すごい今回納得しましたね。うん。だからなんか、その、お月様のその、なんか、テンポとも、こう、合うのが、その、テンポ116っていうものなんだ。っていうところもちょっと知っておくと、なんか、すごい、なんか、嬉しい。私は嬉しかったっていうか、なんか、不思議だなと思って、素敵だなって、すごい、不思議で素敵だなと思ったんで、ちょっとそこに思いを馳せていただくのも、なんか、おつかもしれないですね。うんうんうん。そうそう。そう、月のパワーってすごいですよね、本当に。そう、月光浴とか絶対やった方がいいと思う。今、ちょっと月光で浄化をするみたいなこと書いてくださってた方いましたけど、月光浴とか絶対いいと思う、すごく。うん。お月様いいですよね。私も最近お月様が気になっちゃってしょうがないんですよ。なんでか知んないけど。うん、で、気になっちゃってしょうがなかった。自分もいたけど、別にその今回の音源を作ってもらうときに、お月様のことなんて、その作曲してくださる方に一言も触れたことがなかったのに、月のテンポで作りましたって言われたときにはびっくりしましたね。え、私のこと見てたのかしらみたいな。私ずっと最近お月様のこと調べてたんで、そう、それとは全く関係ないところで音源を作ってもらうっていう話が動いてて、月のテンポで作りましたって言われたときには、みたいな。そんなこと起きんのみたいな。なんか、ってことはなんかもうやっぱりお月様のことをちゃんと、ちゃんとなんか見ながら生きる人生の方がいいのかなってちょっと最近思ってます。なんか、月の満ち欠けによってこんなに自分たちの、そのアップダウンがあったり、メンタルとか、その後は波動の状態が変わっちゃったりとか、体調が変わるっていうことが起きるんだったら、やっぱり月の満ち欠けとか月の動きっていうものはしっかりと見ながら生活してた方が多分、良いよなーって思ったのであります。以上です。現場からは。じゃあ、すいません。余談でした。余談でございました。そう、まあ、そしてなんか、たまたまかもしれないけれど、明日は月曜だから、月ですね、またね。月の曜日に、その月のテンポと言われる、116のテンポ、テンポ116のものを出させていただきますんで、うん、ぜひぜひちょっと楽しみにしといてください。まあ、でも、その、音源だけじゃなくても、テンポ116っていうものが、私たちの体内時計と、その刻みであり、そこっていうものに合わせてこうって生きるっていうことができると、すごく自分たちも、生きやすくなるっていうか、なんか、脳波が本当変わるらしいですね。なんか、
なんだっけ、の、あ、アルファ2波みたいな、なんかアルファ2波って言うのかな、なんか、っていうのが出ちゃって、すごい集中力も上がっちゃったりとか、本当に、しっかりとお医者さんたちもこういう風な変化が出るよって、テンポ116っていうのを、聞いてると、ちゃんと脳波にもこう、変化が出るよっていう記事出してる方々いらっしゃったんで、なので、ちょっとあえてその、テンポに触れに行くっていうのはやってみてください。じゃあ、そんな感じで本日の配信は以上となります。大丈夫そうでしょうか？なんかね、地球のテンポっていうかね、今私たちは太陽のテンポで生きてるらしいですね。暦が、なんだっけ、変わったじゃないですか。もともとの、旧暦であったのが、今は新暦で私たちは生きてると思うんですけど、その新暦っていうのは月じゃなくて太陽のそのテンポらしいんですよ。で、太陽のその、なんだ、テンポっていうのが1日24時間っていう刻みになっていて、私たちは、体内時計は 24.8 時間なんだけど、24時間っていう太陽のテンポに合わせて生きなきゃいけないから、実はストレスがかかりやすいんですって。そう、でも、なんだ、元々の太陽の方の暦じゃなくて、旧暦の方っていうのは、そのお月様の方、との、暦であったから、自分たちの体内時計と合ってたから、そんなにこう、なんだ、いろんな病気みたいなこともしなかったりとかしたり、あとは今ほど、戦争とかがなかった、怒り狂うみたいな人たちっていうのが、少なかったらしいんですね。それは月のテンポと自分たちの体内時計が合ってて、そんなにストレスがなかったからっていうのもいろいろ書いてあったりして、ちょっとこれは、まあいろいろ諸説あるんだろうなっていう、ちょっと深い話もいろいろあったんですけど、それはちょっと調べてみてもらうといいと思います。まあでも24時間っていうのは太陽のテンポらしいですね。まあでも、それはそれで太陽は太陽で、ありがたい存在なんで、太陽さんもありがとうなんですが、うん、まあでもなんか私たちの体内時計は、テンポ116っていうところにあるっていう、そこの事実は知っておいていただけたらなって、そしてそれに触れに行くとすごくいいらしいよっていうのを皆さんには知っておいていただきたいです。じゃあ。そんな具合で、本日のね、お話は以上となります。うん、なので、明日の、ま、5時とか6時くらいには、ちょっと、なんていうか、編集終わらせて、音源出せたらと思いますんで、早速、それがアップされたら、聞ける方は聞いてみてください。で、音量が出せない環境であったとしても、音出さないであってもゼロっていう音量ゼロであっても振動で音って伝わるものなんで、なのでなんだ、音出せなくても効果あるよっていうところと、あと耳が聞こえない方がもしもそばにいたとしたら、それでも音っていうのは本当に今言ったように振動をだから、耳が聞こえない方にもただそれを流すっていうだけでもすごく効果的なんだよっていうのは、もし周りにね耳が聞こえないっていう方とかがいらっしゃったら心配しなくて大丈夫だよっていうのは教えてあげてください。じゃあそんな感じで早速編集作業今からまた頑張りますんで、まあ編集作業ってほどでもないんですが、ちょっとそれ以外のちょっとちょっと頑張って、まあいいや、とりあえず明日アップします。じゃあまたこうやっておしゃべりする配信もまた良きタイミングでね配信させていただきますんで、また明日のそのアップを楽しみにされていてください。まあそれまではずんどこ節も聞いてみてください。あ、でも寝る前は聞かない方がいいか。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。